こんばんは、スルメです。おりゃはい、ということで今回もね、あつ森やっていきたいと思うんですけれども、まあ、やっぱさ、夏らしいことしたいなって思うんですよ。お、じゅんくん、この前のね、花火大会であげた歌舞伎の浴衣を着てくれてるわ。めちゃめちゃ可愛い。え、じゅんくん、夏らしいことした？どうかな、僕が着ている歌舞伎の浴衣。いや、超似合ってるよほら、君が譲ってくれた服だよ。着心地が良くて気に入ってるんだ。あんな感じ。え、よかった、嬉しい。そう、もうね、8月も半分が終わるので、もうそろそろね、夏が終わりに近づいている感じがするんですよ。まあ、虫取りとか、まあ、花火大会とかはね、いっぱいやったんですけど、やっぱ、あー作ってあげれなかったな。やっぱりね、夏っぽいことをね、したいなと思うので、今回はスイカ割りをしたいと思います。やっぱり夏といえばスイカ割り。このビーチでスイカ割り憧れますよね。ということで今回はスイカ割りをして夏を感じたいと思います。ちょっと本当はね、この高飛び棒を使いたかったんですけど、この棒ね、叩けないのでちょっと仕方ない、斧を使います。若干ね、チートなんですけど多分一発でスイカ割れちゃう。よし、アイマスクで視界を奪って、いや、もう何も見えない。あー、もうこれでね、もう何も見えません。もう何にも見えてません今はい、なのでちょっとこの斧でね、スイカを割っていきたいんですけど、てか多分ね、そう、スイカ割りってさ、一人でやる遊びじゃないんですよね多分後ろからさ、右とか左とか言ってもらうゲームだと思うんですけど、ちょっといかんせんスルメね、ちょっとぼっちなので住民さんたち誘ってもさ、誰も一緒にやってくれなかったので、ちょっとね、一人でやる羽目になっているんですけれどもちょっとここら辺じゃないかな。ちょっとスイカの気配を感じる。スイカの気配を感じるね、何も見えないけどここら辺なんじゃないかな。ちょっとここら辺でちょっと行ってみようかな。よし、おら、え、ちょっと待って待って、手応えがありすぎる。これはこれはちゃんと割れたんじゃないの。アイマスク外しまーす。いや、めっちゃ綺麗に割れてるじゃん。え、私スイカ割りの素質あるかもしれん。いや、これはめちゃめちゃ綺麗に真っ二つに割れたんじゃない。よし、じゃあこれ住民さんたちとさ、分けてみんなで食べようっと。あれ、やばい、デザインやないかーい。これもビーチボールやないかーい。はい、ということでですね、今回のおふざけマイデザインはスイカが割れちゃっているマイデザインを作ってみました。はい、まあ、実際ね、あつ森の世界にはスイカはなくって、こちらのね、ビーチボールになるんですけど、やっぱりね、ちょっと8月なので夏らしいマイデザインが作りたいなと思って、まあ、夏といえばスイカ、スイカといえばスイカ割りということでね、ちょっとスイカ割り風のマイデザインを作ってみたんですけど、やっぱりこうやって海の近くに貼っておくとさ、すごい夏感出て結構お気に入りでございます。はい、実際のマイデザインがこんな感じです。はい、スイカのビーチボールの大きさに合わせて作ったんですけど、まあ、真っ二つにするだけじゃなくって、多分ね、かけらというか果肉が飛び散ってるかなと思ったので、こんな感じでちょっと果肉を飛び散らせてみました。はい、こちらのマイデザインはマイデザインショーケースで配布したいなと思っておりますので、気になる方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。ちょっと私もスイカになります。かわいいスイカの帽子めちゃめちゃかわいいな。この格好でタコヤ落とし穴に入ったらさ、タコヤがスイカ食べてるように見えるかもしれんちょっとやってみよう。はい、こちらがね、スライムナイト名物のタコヤ落とし穴なんですけどこちらに落とし穴の種をね、埋めたいと思います。で、ここにこのスイカの帽子をかぶったスルメが入ることによって、多分タコヤがね、スイカを丸飲みしているように見える気がするよし、スルメ行きます。うわどうだろう、意外とただ人間食べてるだけだね。上から見たりとかした方がいい。あ、そうかもしんない。この状態で、あ、この状態で落とし穴落ちたら丸飲みしてるように見えるかな。ちょ、テイク2いきますね。ちょっと本物のタコヤもね、見守ってくれてるのでよし、この上のアングルからいくぞ。お、
見えなくもない見えなくもない、こうが、あ、こうがいいかな、こうがいいわ、ごめんなさい、テイク3いきますね。よし、これでいきますよ。ほら、おー、来た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 、これは完全にタコヤがスイカを丸飲みしてるように見える。いいね、やった、いいですね。どうだったタコヤ、見てくれてたでしょ、多分さっきのスイカ丸飲み。今ちょうど君のこと考えてたんだよ、僕に会いに来てくれないかなって。うん、今ちょうど、いや、ちょうど今ね、あなたで遊んでました。スルメ様が着てる服すごく素敵だね。何を着ても似合っちゃう君にソフトクリームの帽子をプレゼントしよう。このスイカの帽子よりも似合うというの？え、絶対このワンピースにはこのスイカの帽子がめちゃめちゃ似合うと思うんですけど、でもタコヤが言うんだったら多分きっと似合うんだろうな。ちょっと被ってみよう。いや、絶対スイカの方が似合うでしょ。でも気持ちは嬉しい、ありがとう。スイカの匂いにつられてクワガタが来ております。これはきっとスイカ効果なんじゃないでしょうか。ミヤマクワガタゲット。でもなんかさ、やっぱカブトムシってスイカ好きなイメージあるじゃないですか。なんでいいね、なんかこのスイカの前で座がある近くにさ、カブトムシ止まってるとめちゃめちゃいいね。二人で何を話してるんですか？ね、ジュン君、僕が今何考えてるか当ててみて。めんどくさい質問をすな。食いしん坊な君のことだから今日のお夜食は何にしようかなってことじゃないかい？すっごい、なんでわかったの、大正解だよ。ビビンバかチラシ寿司かどっちにしようかずっと迷ってるんだ。結構違うな。スイカにしときな。はい、ということで、ちょっとだんだんね、天気が悪くなってきたので、ちょっとね、雨が降る前にお家に帰りたいなという感じなんですけれども、はい、今回はですね、スイカが割れたマイデザインを作って遊んでみました。はい、やっぱスイカってさ、可愛いよね。スイカってすごい可愛いので、なんかマイデザインにしてもね、なんか生えていいなって思いました。そしてこのスイカの帽子もちょっと思いつきでかぶったんですけど、可愛いなと思ってお気に入りでございます。はい、こんな感じでゆると楽しくあつ森やってます。この動画が少しでもいいな、スイカのマイデザインいいねって思ってくださった方は、チャンネル登録、高評価、コメントなどぜひぜひお願いいたします。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。